えー、今回は背番号四十三、緑田鈴木義武選手にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは、大学卒業おめでとうございます。ええ、どうですか大学卒業して、今のこう気持ちみたいなのは。はい。そうですね。まあ、サッカーやりながら、大学もっていう感じだったんで。まあ、大学がなくなって、こう、すっりしたというか。まあ、心機一点っていう感じで、まあ、サッカーにより専念できるなっていう。 気持ちではありますでもどんな勉強したんですか、はい、<laughs> まあ主には経済学のことを学びましたけどまあでも自分的にはまあ、経済のことももちろんそうですけどこう心理学だったりとか何か他の分野のことも結構学んだりしてまあそういうことの方が結構印象に残って。 てたりすることはあります。じゃあ本当いろんなものを勉強したというか、そうですね。あ<の>まあ言語もそうですし、まあ英語だけじゃなくてスペイン語とかもちょっとかじ,かじり程度ですけど、はい、勉強したりして、そういうのはやっぱちょっと面白いなと思いました。それはやっぱサッカーにも生かせそうでしょうか。そうですね。うん、まあやっぱりサッカーに生かせそうって思う方がこう自分でもこう勉強するモチベーションというかはあったんで、まあもちろん経済学も。 ね、お金の面だったりとか、結構自分のためになることは多かったですけど、まあ、それ以外の面でも、学びはありましたねご自身、2シーズン目ですけど、調子の方はいかかがでしょう,かうん自分の調子は、まあ、去年と比べても90分できるようにはなってきたし、あの練習試合ですけど、まあ、コンディション自体は上がってきてるなっていうふうには思います。 まあ、当然、ねあの、この水戸に来る時も怪我明けというような形でこう来てやっぱりそういった体力面というのは徐々に徐々にこうつけていったというう感じになるんでしょうかまあ自分の中ではもっとこう試合重ねることでこう急激に良くなっていくのかなと思ってましたけど、まあ、そんなに甘くはなくてやっぱりこうなんだ怪我をする前と比べるとまあ強度も90分通して高いのを 維持できるわけではないし、まあこうまあもうちょっとかかるんだろうなっていう感じはしてるんで、まあそんな甘いもんじゃないなと思います。まあ吉田選手とするとあの印象的だったのは去年の最終節のあのゴールがすごくね印象的だったんですけどいかがでしたあのゴールは。まあね、まあそういう言ってもらえるってるのもそうだし、やっぱ本当ゴールゴールしないとこう見てもらえないっていうのもあると思うし、印象に残んない。 っていうのは本当、逆にそのゴールを取って痛感したというか,なんかボランチでちょっといいプレーしててもなんか実際、みんなそんな見てくれてなかったりとかしてるけどやっぱ本当最後、点取ったのだけはみんなこう言ってくれたりはするんで、まあ、そういう意味でもやっぱり結果を出すことっていうのは本当大事なななこととんだなとは思いましたやっぱりゴール反響があったってことですよそうこと、ね、そうですね。まあ本当 逆にゴールのことしか言われないからそれまでのこう、ね、自分のもっといろいろ困ったこととかなんか辛いこととかもあったけど、まあ、そういうのは、まあ、こうあんまりピックアップしてくれないというか、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいと思うんで、まあ、そこはやっぱゴールだったり、まあ、結果出すことは本当大事なことだなと思いますこの吉武選手のご自の持ち味ってどういうところになるんでしょうか。うん、自分の持ち味はやっぱりパスい いろんなパスあると思いますけど、まあ、パスセンスというか縦パス入れるところだったりとかこう相手を剥がすパスっていうのは自分の中では得意だなって思いますパス、いいところに通すというかそうですねあ<ー>まあ今センターバックやることは多いし、まあ、ボランチでもそうですけどまあなんだろう,こう人とは違うパスを出せる自信はありますし。うん、そういういところをやっぱ 出せるるようにはしてていいきたななと思ってますななるほど、まあね、センターバックも今はすごくビルドアップの部分で本当にねパスもすごい重要になってますしそういう意味では本当にいい取り組みというかなってるっていう感じはありますかそうですね、まあ、その部分ではやっぱりこう他の人と差別化できるというかあのやっぱボランチ上がりのセンターバックって結構技術高い人が多かったり、まあ、SC 東京でいえは森重選手だったりとか、うん、まあそういうイメージはあるんで。 まあそういうのは生かせるんじゃないかと思うし、まあ、本当自分に足りてないその身体能力だったり、まあ、スピードっていうのはあのフィジカル面とかっていうのはこうカバーするにはもってこいの環境なのかなと思います。なるほどそういういことですねご自身今足らないなというところはどうですか課題というか。うん、まあだから課題は本当あの90分通してやっぱフィジカル面を上げていくところで。 ね、やっぱ今、試合出ている JF とか J ・ジェラクーンとかに比べるとやっぱりこう身体能力的な部分では劣ってると思うから、まあ、そこは本当限りなくそこに近づけるように、まあ、今、だから自分の中でこう筋トレやったりとか、まあ、試合の中でもそういう、ね、強さっていうのは意識するようにはしてるんで、まあ、そこは本当時間をかけてでもいいから克服していきたいなっていう。 思いはありますなるほどね今そういった本当に対人のところやっぱ体作りというか、はい、そういったところをこう意識してやってるというところですよね、はい、まあでもそれは本当センターバックもそうですしボランチでも行きますよね、うん、もう本当自分に足りないところなんでそこはどこに行っても、ね、あの要求されることだと思うし、まあ、現代サッカーで言えばやっぱ絶対必要になる部分であると思うんで、うん、どっかしらではやっぱ。 直面する課題だとは思うんで、そこは克服できるようにしたいと思います。予着練習、オフってどうやって過ごされたりすることが多いですか。うん、オフは、はい、自分はでも、基本的には家にいることが多いですね。はい、なんかあんま外に出て、なんか遊び行ったりとか。うん、そういう感じではないのかなと思います。なる家で、家で何やることが多いですか。まあ、家でっていうか。うん、家で、なんだろう。 本当昼過ぎまでだらだらして <laughs> まあ本当なんか今朝がめちゃめちゃ早くてあのサッカーある日は5時半ぐらいに起きてなんか朝食ってグラウンド行くみたいな感じだからあのオフぐらいはゆっくりしようと思って昼ぐらいまでゆっくりしてまあなんだろうオフは何してんのかな <laughs> まあでも最近はジム行ったりとか、うん、なんだカフェで。 自分の試合見返したりとか<う>なんかこう、まあ、いわゆる意識高い行動というか <laughs> なんかちょっとお金の勉強してみたりとか、ね、筋トレしたりとかそういうのはちょっと始めるようにはしてましたね、えー、とあとね好きな食べ物がたこ焼きたこ焼きはいもうちっちゃい頃東京いる時は銀だこ好きでなんかあれ 食ったらポイントカードみたいなのをもらえてそれ集めるまで行ったりとかで水戸を来て一番うまいなと思ったのがあのお魚市場大洗の方の,のなんかたこ焼き屋が屋台で出て,てるんですけどそこがなんかめちゃくちゃうまくてもう一回海鮮丼じゃなくてたこ焼きを食べに行くっていう一番うまいのを見つけましたね。 はい、そうなんですね、うん、お笑いのたこ焼き、うん、<ー>意外と、はい、それは面白い情報ですね <laughs> なるほど<ひ>これはぜひ皆さんもねん、はいはい、やっぱり海鮮ねどうしてもねううんそうす、ね、選手の皆さんも結構海鮮好きだったりするじゃないですか食べに行く人は多いですねオフ使ってとか30分ぐらいでいけるんで、うん、はい。はい で、あの吉田貴選手はたこ焼きを。たこ焼き食いますね、<laughs> いつも。へえ。そうなんですね。まあでもそれぐらいこう茨城でも美味しいところがあるんそうですね。はい。おお。じゃあどうぜひ吉田貴選手のおすすめのたこ焼きはね、<laughs> 皆さんも食べに行っていただきたいというね、はい、思いますよね。<ひ>はい。ああ、吉田選手中のいい選手とかっています？中のいい選手は、うん、今シーズンで言えば柳沢光選手。ほう。 コ選手、うん、おどういう人ですか柳澤選手どういうい人、うん、なんか自分に似てるわけではないけどあ、はい、まあ本当気が合うのかなっていう感じ、うん、なんかずっと一緒にいてても全然ストレスにならないというか、うん、なんかやっぱどうしてもなんかちょっと違うとあのキャンプが一緒だったんですけど、うん、やっぱ1週間ぐらいいるとうわ、ん ちょっと気づかれするなみたいなことあると思うんですけどこうくんと今年同部屋で一切それがなくて向こうはどう思ってるかわかんないですけど <laughs> まあだから夜ご飯も一緒に行ったりとか風呂も一緒に行ったりしてとかしてくれるんで、はい、ん仲いいいと思いますへー、まあ、まだ、ね、こう柳澤選手よくわからないところがあ <laughs> っ,、ね、って。 基本的になんかシャイみたいな感じなんで、<ー>そこもなんか自分と似てるというか。<ー>うん、なのかな,、はい、な。なるほどね。い,へいや、でも、プレイはすごい鋭い、ね。そうですね。だから、そう。<ー>プレイもそうだし、なんか顔もイケメンだから、結構イケイケな感じなのかなと思ったら。<laughs> 意外とそうじゃなくて、<laughs> それはそれで面白いっていう。なるほどね。そういう一面もあるんですね。すね,ね、そういうのもね、これからこう引き出していきたいですね。<laughs> <laughs> 吉武選手、あのー、今シーズンの目標みたいなのはどううういったこと,ところででしょうか、はい、そうですね本当、自分の中ではやっぱり試合出ることが一番大事だと思ってるし、まあ、公式戦で言えば3試合こ、ここまで3試合は出てますけどやっぱ時間は自分の中では満足いってないし、まあ、本当、ポジションを取らないとそこは改善していかないところだと思うんで。 ででもその中でやっぱ練習試合のチャンスがあったりとかあの練習でも本当チャンスを与えてくれていると思うからもう本当ポジションを取れるかは自分次第なので、はい、そこは意識して、まあ、本当より1試合でも多く1分でも多く試合に出れるように、はい、したいなと思いますやっぱりまずは試合ですよね活躍するのもそうですけど、まあ、それにはやっぱ試合でないと始まらないし。 まあ、そこは、やっぱ自分で掴まないといけないところであると思うんで。はい。頑張りたいと思います。そうですね。はい、で、試合に出て、で、そして、いって、で。さらにね。このチームで結果が出るといいですよね。はい、そうですね。うん<ー>。はい、そこを目指して、ね。はい、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。頑張りますはい。では、最後に、テレビの前のサポーターの皆さんに。メッセージをいただけるとありがたいんですが。よろしくお願いします。あの、一生懸命頑張るんで。応援してください。よろしくお願いします。 水戸ホーリー北今後のホームゲームのお知らせです4月11日日曜日は明治安田生命ジェツリーグ第7節 FC 琉球戦が行われます会場はケーズ電機スタジアム人で14時決行予定です4月21日水曜日は明治安田生命ジェツリーグ第9節ジェフユナイデッド千葉戦が行われます会場は ケーズ電機スタジアム水戸で19時喫航予定です皆さんぜひ水戸ホーリーホック応援にスタジアムにお越しくださいスタジアムを水戸ホーリーホックサポーターで青く染みましょう